ランの描いたエマ・エマ・ハミルトンはイギリスの絵画モデル、舞踏家。ホレーショ・ネルソン提督の愛人として知られている。チェシャーでエーミー・ライオンとして生まれる。単屋職人の父ヘンリーは彼女が生後2ヶ月の時に死亡し、正規の教育を受けたことのない母メアリー・キッドに育てられた。後に彼女はエマ・ハートと名前を変えた。エマは家政婦として働き始めたが、美貌と開放的な性意識とが災いして、どの勤め先でも長続きしなかった。1782年に17歳となった頃には、ロンドンの社交界で名士の愛人、また絵画のモデルとして知られていた。やがて、エマはチャールズ・グレビルという貴族と恋に落ち、同居するようになった。彼は初代ウォーリック伯の息子で、友人の画家ジョージ・ロムニーに彼女を紹介し、何枚かの絵を描かせている。また、元来理髪であるエマに、礼儀作法など、社交界で必要な知識の再教育を施した。しかし1786年、裕福な妻を見つけ正式な結婚をすることを決意したグレビルは、エマを連れて、ナポリへ向かった。そこには叔父にあたるサー・ウィリアム・ダグラス・ハミルトンが、公使として駐在しており、彼にエマを愛人とさせ、叔父の再婚を阻止し、自分もエマを厄介払いしようとしたのである。サー・ウィリアムは、すっかりエマに魅了され、グレビルにとっては衝撃だったが、1791年9月に、サー・ウィリアムは、エマと正式に結婚した。サー・ウィリアムの愛人だった頃から、エマは自ら、アティテュードと呼んだ、ポーズや踊り、演技を取り混ぜて表現する見せ物で人気を得ていた。数枚のショールを使い、ギリシャ神話のメデアから女王、クレオパトラまで多くの古典的な題材を見せたのである。彼女の演技は、貴族、芸術家、作家を魅了した。その中にはゲーテも含まれていた。王や王妃たちのみならず、新しい舞踊の流行はヨーロッパ中に広まり、彼女の着たギリシャ風のドレープのたっぷりとしたドレスも知られるようになった。エマはナポリ王妃、マリア・カロリーナと、友人関係となった。1793年、トゥーロン行為戦でフランス共和軍を攻撃するため、特使として援軍を求めてやってきたホレーショ・ネルソンをナポリ公使夫人として歓迎した。5年後、アブキール湾の海戦で戦勝してネルソンは再びナポリへやってきた。彼の要望は様変わりしていた。彼は片腕と歯のほとんどを失い、ひとしきり続く咳に悩まされていた。エマは彼と再会すると異様な要望に失神してしまったという。ほどなくしてエマとネルソンは恋に落ちた。周囲には寛大に見られており、エマの夫サー・ウィリアムもそうだった。1801年、エマはピカデリーにサー・ウィリアムが借りた家でネルソンの娘、ホレーシアを出産した。同年の秋、ネルソンは現在のウィンブルドン郊外にあたるマートンプレースに倒れそうな古い家を購入した。二人はサー・ウィリアムとも明けっ広げに生活し、この不思議な世帯は一般庶民の関心を呼んだ。新聞は彼らの動向やエマのファッション、家の内装、ディナーパーティーのメニューまで掲載した。1803年にサー・ウィリアムが亡くなり、ネルソンも第二子妊娠中のエマを残して海へ戻った。エマは孤独で、ネルソンの帰りを待って、物狂いのようになった。エマの産んだ女の赤ん坊は、数週間しか生きられず、空っぽの心を抱えてエマは、ギャンブルや、金の浪費に日々を過ごした。1805年に、ネルソンが戦死すると、エマは、借金地獄に陥った。ネルソンは遺産を、兄ウィリアムに遺贈しており、エマには、マートンプレースの家が残されたが、それすら抵当に入った。ネルソンは国家の英雄として祭り上げられ、彼がエマとホレーシアを扶養するよう命令していたにも、かかわらず、母子は無視されてしまった。エマは債権者監獄に入れられ、後に債権者から逃れるため、フランスへ渡った。彼女は酒に溺れ、困窮したまま肝臓を痛めて1815年に加齢で死んだ。ホレーシアは、その後、イングランド国教会の牧師フィリップ・ワードと結婚し、1881年まで生きた。二人は10人の子の親となった。ホレイショ、エリナー・フィリッパ、マーマデューク、ジョン・ジェームズ、ネルソン、ウィリアム、エドムンド、ホレイシア、フィリップ、キャロラインである。ありがとうございます。